彼らには何もありません。お疲れ様です。パーソナリティのアスカです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、我が国が世界に貢献した足跡を知りたい、何も出てこず終了をお送りします。我が国が世界に貢献したことを知りたいスレ主。日本の隣国は世界に対して迷惑ばかりかけてきています。その中でも特に日本には多くの迷惑や負担をかけてきました。そんな彼らは自分たちの国が偉大だということを何とか見せたいと様々な行動をしてきます。しかし実際には何もないので、最終的には悲惨な末路が待っています。今回ご紹介する世界史に残した有意義で偉大な足跡を知りたいんです、何があるんでしょうか、教えてくださいというスレッドでも、自国の誇るべきものを知りたいと嘆くスレ主がいるのですが、結局彼らには何もないことが露呈してしまいます。スレ主の主張は次の通りです。朝鮮半島の歴史は霊族の歴史といえる。日清戦争で日本が我が国を解放するまでは中国の従属国だった。その後日本に支配され、日本が米国との戦争に負けてやっと独立国、大韓民国として立ち上がった。そのため国というものに強いコンプレックスがあるのだと思う。だから自国名に大などとつけて虚勢を張っているんだ。本当の大国や欧米の先進国で自国名に大などとつけている恥ずかしい国は他にない。そして闇雲に根拠なく中国や日本の文化や歴史を我が国起源だと主張してみたりする。これでは弱い犬ほどキャンキャン吠えるのと同じだ。でも私は自国に誇りを持ちたいんだ。我が国は世界史に有意義な偉大な足跡を残したことがあるのだろうか。何かあるなら教えてほしい。以上がスレ主の主張です。隣国の国民としては比較的謙虚な感じの意見ですが、残念ながら彼らにそうした足跡はありません。それに足跡がたとえあったからといって、現状の彼らでは誇ったとしても過去の栄光のみとなります。スレ主の方には過去にすがろうとするのではなく、自分がその足跡を残すんだという気持ちを持ってもらいたいものですね。こうしたスレ主の主張については、日韓から多くの声が寄せられましたのでご紹介します。隣国の反応。世に言われている世界最高の理念戦争だった朝鮮戦争があるじゃないか。第二次世界大戦で日本が敗れ、朝鮮半島は北緯38度線を境にして北朝鮮と我々が独立した。その後世界では西側陣営、資本主義諸国と東側陣営、社会主義諸国、二つの理念を持つ陣営の対立が激化。そしてついに第二次世界大戦終結以降、初の大規模軍事衝突となったのが朝鮮戦争だ。米国を含めて世界20カ国以上が参戦し、軍人と民間人を含め300万以上の国民と米軍4万、中国軍約100万の犠牲を出す大戦争だった。第二次世界大戦後の新たな国際社会や東アジアの秩序は朝鮮戦争から始まったと言っても過言ではない。世界史や東アジア史の中でも最大の偉大な出来事は我が国が舞台だったんだ。朝鮮戦争の後、見事に国が立ち直り劇的に成長した。みんなはヘル朝鮮だのなんだのと言うけど、この国の最大の誇りは戦争の直後から発展し続け、世界の8本の指に入るほど経済成長をし続けたこと。これは数少ないケースとして世界の歴史に記録されているよ。我が国が世界で初めて行った地域開発運動、セマウル運動は東南アジアではロールモデルとして学ばれているよ。このセマウル運動は勤勉、自助、共同を基本精神とし、農民の生活の革新、環境の改善、所得の増大を実現した。それまで経済の発展から取り残されていた農村の生活を近代化して、過酷な労働や飢餓から解放したんだ。大韓民国そのものが最大の有意義で偉大な足跡だよ。米国が支援して作り上げた最大のヒット商品が我が国だ。経済が大発展し、中国やロシアの脅威から西側諸国を守る盾になったし、しかも世界一の文化大国にもなった。ドラマや映画、BTS が世界を席巻しているのは誇らしくないか？発展途上国のロールモデルが我が国だというぞ。昔はあんな国だったのに、豊かに暮らせるようになるんだなって思っているらしい。そんな理想的な国家が我が国なんだ。日本の反応。彼らは世界に全く貢献しない自称先進国だからね。同族で北と南で戦争して、北に核をもたらして、今も世界に迷惑をかけ続けている。
同じ民族の北が戦後発展できないのは、本来彼らには自力で発展できる力がないから。ところが隣国は発展できた。違うのは、隣国の隣には日本がいたということ。戦後の発展は、日本が資金面でも産業面でも援助した結果、有意義な足跡などというのはおこがましい。全部日本のおかげだよ。彼らの偉大な足跡ね。日清日露戦争に日本を巻き込んだことかな。かろうじて日本は勝てたけど、あとはリーマンショックの主犯格だということかも。リーマンブラザーズの破綻の原因は、格付け会社がサブプライムローンの格付けを不当に釣り上げたこと。しかしその直接のきっかけは、隣国の政府系産業銀行がリーマンブラザーズの買収を突然やめたこと。当時彼らは短期外債の償還期限が迫っていたが、資金がなかった。そこでリーマンブラザーズ買収を打ち出して、米国政府から資金援助を受けた。この米国の資金により、外債償還期限を乗り切った彼らは、突然リーマン買収を放棄。その結果、世界的な恐慌ともいえるリーマンショックが起きて、世界中が苦しむことになったんだ。世界中を混乱状態に叩き落とした K 国の自己中行為は、世界から糾弾されるべき、汚れた足跡だろうね。整形文化かな。若者から年寄りまで整形しているらしいよね。彼らといえば整形しか思い浮かばない。内需の少なさを補うための国策なんだろうが、日本人や世界各国の外国人患者を呼び込んで、整形医療のブランド確立と観光で外貨獲得を狙っているんだろう。街頭インタビューで、高校に入る前に顔を完成させちゃう友達が多かったです。久しぶりに同窓会に行くと、誰かわからない子が何人もいます、とか答えてた。インドかその辺の化学工場で汚染物質を垂れ流してなかった？あとはラオスかどっかでダムを倒壊させてなかった？他にも多くのことを世界のあちこちでしてきたよね。そうしたアクシデントとしての足跡はいっぱいあるぞ。朝鮮戦争を理念戦争とか言っているけど、左翼の扇動に騙されて、同じ民族で戦争したってだけ。日本で太平洋戦争後に左翼が台頭し、学生運動に便乗して、過激な赤軍が暴れ回ったのと似ている。その後社会党や民主党が政権与党になったけど、理想と現実の違いが国民に知られてしまった。スレ主が何かないと聞いて、帰ってくるものが朝鮮戦争とセマール運動くらいか。セマール運動だって、勤勉、自助、共同を基本精神とするっていう、彼らの本質とは真逆のものだ。だからこそそうした運動を始めたんだろうけど、結局政治色がかなり強い運動になって、10年も経たずに終わってしまった。そんな運動の何をロールモデルにするんだって？結局何かを発明したとかっていう分かりやすい功績がないんだよね。だからいつもこうやって自国の優れたものを探し求めている。でも結局何もないから他国の功績を奪おうとする。そしてその行為が問題となって他国から嫌われていく。この構図がずっと続いていくと世界から孤立してしまうんだ。まさに今の彼らのことだね。誇るべきものが何一つないって悲しいね。わざわざこんなスレッドを立ててまで聞くなんて。そして結局大したものも上がらずに終わる。こうやって何もないことがコンプレックスになって、起源説をいろいろと唱えるようになるんだろうな。何でもいいから自分たちのものが欲しいんだろう。本当に悲しい国だね。5000年の歴史とか言っているのに、その5000年で成し得たことが一つもないなんて。普通なら恥ずかしすぎるから、そんな古い歴史を持つなんて言わないようにするけどね。何も生み出すことのできない国民だって、自分たちで言っているようなものなんだから。まあでも、そうした過去にすがる気持ちもわかるよ。現在を見れば、経済崩壊へ一直線だし、少子化でこのまま行けば遠からず国が滅ぶ。そんな今を直視なんてできないから、過去の栄光にすがりたいんだよね。でも彼らには、そのすがる栄光すらないんだけど。なんだかこっちまで恥ずかしくなってくるね。どうしてそんなに国として誇るべきものが欲しいのか。個人個人で頑張っていれば、そんなことを思うこともないだろうに。ノーベル賞受賞が平和賞だけという国。わざわざ誇るべきものを他人に聞いて、それもちゃんとした返答がないというのは悲しいですね。そもそも世界史に残した足跡が欲しいというのは、他に誇るものがないからでしょう。今の自分たちに自信がないため、過去の栄光に浸りたいということです。しかしその栄光すらないので、どうにかして作り上げたいと考えて生まれたのが、様々な起源説です。少し調べればすぐに矛盾が生じるような、無理やりな説でも唱えてみて、それが世界で広がっていけば儲け者とでも思っているのでしょう。それを相手にする日本にとっては、迷惑でしかありません。彼らが誇るべきことは、ノーベル平和賞を受賞したということくらいでしょうか。
研究による世界への貢献ではなく、世界情勢の波にうまく乗ったことで受賞した平和賞は、コウモリ外交を本職とする国としては、願ったり叶ったりの栄光でしょうからね。あなたはこうした彼らの過去の足跡というと何を思い浮かべますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。